私たちは断じてこのような判決受け入れるわけにいきませんし、私たちがこれから求めていかないといけないもの、今まで求めてきたもの、これをまさにですね、もっともっと進めていかないといけない、この怒りを皆さんここで終わらせるだけにいかない。最高裁を許さないぞ、我々は戦うぞ、責任を認めさせるまで戦うぞ。今仙台高裁に行ってます。だから今日の判決がすごく影響を受ける。